GAT。応急処置用として、アメリカ軍で核兵士が携行している、止血体である。空気圧式の止血体。筋爆圧の微調整が可能である。使用例。銃撃の場合は、骨が折れてる場合があり、骨が健在の場所でないと効果が薄い。ネ、ね、ジ巻き式止血体とは、止血のために使用するバンドである。本校では、 外傷に伴う多量出血に対する応急処置として用いる場合について説明する。死死に行き渡る血を止めてしまうため、死血した箇所から先がえ死してしまい、切断に至る弊害があり、悪魔の器具とも呼ばれた。単純に死血するという目的としては、優れており、テロ活動による銃撃等で重要な血管が傷つき即座に、止血しないと生死に関わる緊急事等に、 推奨されるが、そういった場合以外は推奨されない。緊急人以外でも、手術など医療関係の現場で短時間の使用という制限で行われる場合がある。止血体としては、最も初期に提唱された S マルヒ区血法以来、ゴム製のものが多く使われていた。代用として三角筋や風呂敷をたたんで使うことがあるが、この際、止血部位の組織損傷を避けるため、 針金や紐のように細いものを用いないよう注意が必要である。また口述の通り、診療ガイドラインでは、このような蘇生止血帯の使用は推奨されていない。手足の切断等の重症により、動脈性出血が生じ、直接圧迫止血法では止血することが困難な患者に対して、傷口よりに3インチ中枢側で強く、縛り血液を止める。 もし最初の止血帯で出血をコントロールしきれない場合は、第二の止血帯を並べて止血する。出血が持続する場合、あるいは抹消の脈拍を触知する場合には、出血及び脈拍が消失するまで緊迫する。このように、止血帯の使用にあたっては、その炎意の血流を完全に遮断すること、またそれに伴って止血帯を施した部位を強く緊迫することから、 コンパートメント症候群や血管、神経断裂などの重篤な合併症のリスクが高く、救命できた場合にも施設団が必要となることもあり得る。このように危険を伴うことから、日本の救急車に乗務する救急救命士は止血帯の使用を控えており、直接圧迫止血法による応急救護措置に注力している。日本の自動車教習所でも、 近年は止血体の使用方法を教えるのをやめ、直接圧迫止血法のみを指導している。また、アメリカ心臓協会の国際ガイドラインでは、2005年版で使用非推奨となり、大テロ戦争での使用経験を踏まえて2010年版では、復活したものの、専門の訓練を受けた要員が専用の製品を用いる場合に限定するとともに、上記のような合併症について、 厳重に注意を促している。アメリカ軍の戦術的戦勝救護ガイドラインでも、切断死死からの出血のコントロールに使うのでなければ、負傷者がショック状態でない場合や、出血の有無を監視できる場合は、死血体ではなく死血ガーゼや圧迫包帯による直接圧迫死血に変更するよう推奨している。他の手段で出血がコントロールできる場合には、2時間以内に、 止血体を除去するべきとされているが、逆に6時間以上緊迫していた場合には、血液検査などで状態を確認しない限りは、除去すべきではないとされている。このため、止血体使用時には、止血時間及び適用部位を明確に記載する必要がある。紀元前4世紀のアレクサンドロス3世の頃には、使用されていた。ローマ人は切断の出血を制御するのに、 革と聖堂のストラップから作られたものを使用した。1718年、フランス人外科医人員ルイスプティが、手術中の出血を抑えるために、ネ、ね、ジ巻き式の止血体を作成した。それ以前のものはロットで包帯を巻くものであった。整形外科領域で死の手術を行う、際の術やからの出血防止、また血管内治療後に、戦士部位の止血目的で使用されることもあるが、 この場合は空気圧式など筋膜圧の微調整が可能なものを使用することが多い。静脈注射や採血の際には静脈血を訴えさせて血管を見やすくするために苦血体が用いられる。これは血流を止めるという点では止血体と同様であるが止血体は動脈血の血流を止めるため動脈圧に抗する必要があるのに対し、 苦血体では静脈圧に負けない程度の圧力を加えられれば良いことから、主血体と比してはるかに簡素である。ボディービルダーなどが血流を制限して、低負荷で高効率の加圧トレーニングを行う際に、二の腕などにバンドを巻く場合がある。ありがとうございます。